こんにちは。ワクチン接種推進担当大臣の堀内典子です。本日は新型コロナウイルス感染症対策分科会会長の尾身茂先生とともにワクチンの3回目接種についてお話ししたいと思います。尾身先生、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。オミクロン株の感染拡大が続いています。オミクロン株の感染に対抗するためには3回目の接種が大変有効な手段だと思います。政府としてはワクチンの3回目を加速させることに全力で今取り組んでいます。2月のできるだけ早い時期に1日100万回までベースアップすることを目指しております。一部の自治体では感染拡大のスピードが落ちているものの、先行事例としての沖縄を見ると高齢者への感染が遅れて拡大し、重症者も増えています。特に重症化リスクの高い高齢者への接種を加速することは、医療逼迫を緩和させるためにも重要なことです。3回目の追加接種の促進をぜひお願いいたします。政府としては自治体の皆様方に対して2回目の接種から6ヶ月経った方にどんどん接種券を送っていただくように、そしてまた大規模接種会場の設置を積極的に進めていただくようにお願いしています。また職域接種、つまり職場での接種や保育士さん、そして学校の先生など、いわゆるエッセンシャルワーカーの方々に対する接種も本格化します。こちらもぜひ積極的に活用していただきたいと思います。早く打つということに関して、ワクチンの種類をどうしたらいいのか、効果や副反応が気になるという方がいらっしゃると思います。 1,2 回目の接種ではファイザーを打たれた方も多いと思いますが、3回目の接種についてはファイザーまたはモデルナのどちらのワクチンでも十分な効果と安全性が確認されています。種類はともかく早く打つ方がいい、私はそう考えて 1,2 回目はファイザーでしたが、3回目はモデルナを打たせてもらいました。モデルナの接種の副反応を心配する声もありますが、尾身先生はいかがでしたか？今回打った後の重だるい感じは、正直申し上げてファイザーの2回目接種の時よりも軽かったです。その後何も問題もなく仕事や日常生活ができております。私は 1,2 回目はモデルナを打ちましたが、接種券が届き次第早く打てるモデルナを選ぼうと思います。一方で感染がピークアウトした場合には接種は無駄ではないか、そういった声もありますが、先生いかがでしょうか？ピークアウトの予想はなかなか難しいですし、ピークアウト後も感染は当分続く可能性があります。特に高齢者は感染すると重症化するので、ご本人のため、社会全体のため、ワクチンの種類にかかわらずなるべく早く追加接種を行っていただければと思います。尾身先生、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。国民の皆様方におかれましては、接種券が届きましたらご自身のため、ご家族のために、スピード最優先で早めの接種をお願いいたします。